ヘトヘトになるまで遊べる室内テーマパークがめちゃめちゃ楽しかったから引いて、館内には珍しいアトラクションがたくさんあって、まずは回転バーを飛び越えるゲームから容赦なく迫ってくるんだけど、ちょっと見てマジで笑いすぎて腹筋崩壊するくらい楽しい。日本初上陸のこのアトラクションは雲の巣みたいなのに絡まりながら落ちて、もはや記憶がないのよ。あとね、浮き輪に乗るスライダーは爆速で滑り抜けた後最後に空を飛んで最高。そんなここは福岡にある飛びくる行ってみたい人は全力で遊びたいコメントしてね。